高萩がほとんど生涯住んだ町になりますので、そうですか、はい、で私自身も18歳までは高萩で育ちましたので、こちらは憧れの町というのが昔、はい、なめりにあったと思うんですが、なめりに行くちょっとこう峠に、そうですね、その作品は文化会館の方に寄贈させていただきました。これは私じゃなくて父が健在の時ですね。素晴らしい作品をですね、この庁舎の市民がですね、よく見えるところに展示させていただきまして、ずっと未来永劫を大事にしていきたいなと思っております。市民のために市役所の方で飾っていただけるということで、心豊かになるように、それから市が発展するようにということを祈って。